お、来た。ついてる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 。めっちゃ手前。残念とは言わないでよ。もう絶対針とか結ばねえ。ノブさんの酒粕が入ってますね。一緒に撮ろうと思ったのに。あれ？あ、すいません、あの劇団千秋なんで。なるほど。うまいこと言いますね。NG 集作ろうとしてるっしょ。近いです。近い。行きまーす。ありがとうございました。はやとチャンネル。場所取ってありません。おはようございます。早くからすいません、キストンさん。場所すいません、角さん。今日もまたお世話になります。あの脱を一緒にするために今日は脱を決定するんですよ。60センチするんですね。しかしまだ暗いのに雨濡れませんでした。さっきこっちは降ってない。乾いてる。あ、本当だ。パラパラぐらいだ。本当だ。私全然朝とか大丈夫なんですよ。脱とのその差ってどうやって見分けるんですか。くちばしが2個あるか1個。そう、さゆりはイカリア長介みたいにここしかないんですけど、バツは上も下も両方。あ、両方長いと。ほんとさゆりにそっくり。あんまり、うん、あんまり美味しくないし、キーさんが釣ったぐらいでかいと結構食べられる。すごいでかかったですよね。さばくと面白いよ、骨青いし。すごかった、シーバスだなと思って。すっげえダツだこれ。裏へダツが来ました。すごいです。でバチンバチン跳ねて、あ、これダツだって感じ。これでも手前で切れちゃうなと思ったけど、よく分かったよ。おはようございます。ということで今日はね、第1回さより釣り大会ということでね、あの秋のね、秋さより狙ってね、みんなでねちょっと集まってさより釣りをねしてみたいと思ってます。さあ今回ね、白ギス釣り大会に続いてね、どんなねドラマがね待ってるんでしょうね。さあ誰がね優勝するんでしょうね。ぜひ最後まで見ていただければと思います。ありがとうございます。すいません、遅れました。ありがとうございます。もう遅刻あれですよ、もう2匹ビハインドから始まりました。やばいな。2オーバーから。いや、逆転しますよ。お願いします。ですよ、もう。はい。浦安のタイガーウッズって呼ばれてますから、ね。ありがとうございます。頑張ります。はい、お願いします。出た出た。クソ意地悪い。脳幹だよ、はい、まず1匹目。お、すごい。でもナイス、はい、サユです。希望が持てる父さんの一発目、はい、お慰めようっていう。フライングって資格なんでしたっけ。また出た。マイナス1です。手前ですか。手前でしたね、今。ナイスです。はい、どうも。すみません。ナイスです。まだちっちゃいですね。いや 1、2センチ。ナイスです。うお、ナイス。めちゃくちゃ綺麗だ。太陽に照らされてる。ナイスです。ありがとうございます。すげえクソ意地悪いな、この女。めでめで時間前だからとか。残念残念とは言わないでよ。もう絶対針とか結ばねえ。夏夏さゆりだ。夏じゃねえ。ナイス。マジかよ。千秋さんごめん、先だね。やばいかも、今日なんかすごい嫌な予感がしてきた。あ、やりましたね。釣りました。ナイスです。おはようフィッシュです。いや、素晴らしい。おはようフィッシュです。その前、その後に後ろちょっと撮影してください。ふてくされてる人がいるんですよ。ふてくされてないよ、全然。すっごい機嫌いい、うん、めちゃめちゃ。はい、針はねこんな感じで持ってきてますけど、だいたいね、秋サユリっていうのはね、そんな大きくないんで、この辺ですね。この辺。秋はね、3号とか 3.5 とか、この辺ね、赤い針がいいと。ね。で、春サユリのね、缶抜きと呼ばれるね、ぶっとい40センチぐらいあるやつね、100以上あるやつは、まあだいたいね、これね、7号ぐらいね、使いますね。6号とか。6、7。
あるいは8ね。で今日は秋さゆりでちょっと小ぶりなんで、これもね3とか 3.5 でいきたいと思います。で仕掛けはこれですね、工房浦安の浦安天秤にこれ浮きかご SS2EX ってですねつけて、で95センチぐらいリーダーを取りまして、でその先にこれですね、この仕掛けをつけるという、まあオーソドックスな、ね、仕掛けなんですけど、サユリはねこのハリスをね長く取るっていうのがね非常に特徴的な仕掛けになっています。はい、磯竿の3号で僕は4000番でやりますけど、本当はねもっと小さいね2500とかね、その辺がいいですね。うん、ゆっくり巻いてきた方がね誘いになるので、こういう4000番とかだったらねスプールが大きくてね一巻きがね結構ビュンって巻いちゃうんで、まあ小さいね2500番とかの方が本当はいいです。あ、ありがとうございます。あ、すいません。3箇所ですか。金管肌だって、脇の下そばの2じゃないですか。キーストンさんから3箇所いただきました。ありがとうございます。チークハイドロ5、沖縄土産、シークワーサーのポテトチップスと、はい、ハイチュウで、シークワーサーのポテトチップスとハイチュウ、どうぞ。おお、なんすかなんすか。あのステッカー、お、ステッカー、はい、作りましたんで、ありがとうございます。あ、早速貼っちゃう。ありがとうございます。ともつねさんじゃん。千秋さんステッカーのね、これね、ハンターハンターみたいで好きなんですよ。ハンターハンターって何ですか。あの漫画見てる人は分かるんだけど。ほら、千秋って書いてある。何？比べなくていいんですよ。似てるわけないじゃないですか。可愛いですよ。本当。はい。もうねえ、こんなもう架空の可愛い。笛持ってきてるんで、笛の合図でスタートで。竿は1本だけ出してください。予備は持ってて構わないんで。でもし、その竿がダメになったらまたあの違うのを繰り返して使うという形で2本を使って交互という形はやめてください。それから針は1本、それからコマセは必ず入れてください。で、あと引き数の勝負ですので、それ以上のことは、決まり事ございません。餌も何でも構わないで優勝狙ってください。で、結構毎日やっている初めての方いるんで、ちょっと自己紹介からいきましょうか。決めポーズ入れていいですか。最後、え、決めポーズ考えてください。今一緒ない。そういうプレッシャーかかるやつすごい苦手なんですけど、前回キス釣りの大会があって、で今回さよりということで、ちょっと苦手な分野なんですけど頑張りたいと思います。はい、あ、これあのチームキーストンで、はい、あ、これもらってないかな、じゃらーんって感じで。イエーイ。ということで今日よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。隼人さんとたまに釣り行かしてもらってるマサです。今日もまたあの脱釣らないでいいのかなっていう感じなんですけども、まあ釣れれば何でも楽しいので遊ばしてもらいますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。チームキーストンボーです。あ、どうも、カピーです。よろしくお願いします。お願いします。今日はちょっと2時間しか寝てなくて、あの寝不足なんですけども、いや今日はあのあれですよね、工房浦安のこれですよ、これ SS2EX ですかね、スーパーサヨリン 2EX。 これのあの楽しみを皆さんに知ってもらいたくて、今日はねあのやっているともう過言ではないという。なるほどね。あのご存知ない方もいるかもしれないですけど、あの浮き釣りではないんですね、実はね、うん、浮き釣りではなくて、これを、まあ、コマセを入れまして遠方に飛ばします、うん、飛ばした後に、まあ、本日の状態ですね、スローリトリーブがいいのか、それともファーストリトリーブがいいのか、その状況を確かめながらやるスポーツフィッシングですよ。スポーツフィッシング、ね、これはもうめちゃくちゃ楽しいですから、うんね、これ覚えておいてください皆さんね。今日は、ね、あの頑張りますんでよろしくお願いします。お願いします。優勝狙いますか。優勝ですね。あの優勝目指すは20本ですかね。今日みんなであの2足以上釣るっていうのは今日目標で。なるほど。ドカーです、よろしくお願いします。まあね、これで2回目だんだんみんな顔も分かって、顔とあのハンドルネームっていうんですか、それが分かってきたんで、これからもまたよろしくお願いいたします。お願いします。初めまして、光電気です。あの普通知らない電気屋やっております。あの唯一の趣味が釣りなんですけども、
あの中でもあのサヨリはもう本当大好きで、もう昔からあのやっております。今日はまあ皆さん邪魔しないようにあの頑張ります。優勝になってください。イエーイ。おはようございます。おはようございます。ソネと申します。あの今回ハヤトさんの大会には初めて参加させていただくんですけども、サヨリ釣りはもう大好きなので優勝目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。あのチームピーストンのノーカス、よろしくお願いします。たまに裏休みサヨリとか釣ってくるんですけど、あのまだまだ初心者で、まだちっちゃい優勝なって別にあの楽しめればいいかな。うん、お願いします。嘘です。優勝狙ってます。狙ってる。はい。かっさらってください。はい。前回大会入賞してますからね、のぶさんは。あ、そうだ、前回大会入賞者ですからね。よろしくお願いします。参加させていただきます。ありがとうございます。さより釣りはあのぶちかさんに教えていただいて今年から始めました。今日は花を染ませていただきます。よろしくお願いいたします。出た出た。海太郎こと久保と申します。あ、海太郎さん。向こうで出会ってるんですけれども、こっち初めてなんでね、まあ、どうなるか分かりませんけど、楽しみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。非常に有力な優勝候補。だっていつも一番釣ってるんじゃないですか。優勝候補でしょう。いや、そんなことないです。ツイッターでも皆さん見てますよ、チョーカーを。ふっかと申します。はい。まあ、今日は来る途中大雨が降ったんで、晴れてますね。なんかいい天気になって、あ、暑いぐらいの天気。どうぞ。頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。私はあの、この辺で釣りをしておりまして、どこで発足したか分かんないチームキーストンというものができまして、このちょっとリーダーやらせていただいて、皆さんと会うことができました。すごく楽しい釣りをやっていきたいなと思っております。今日2回目のね、釣り大会になるんで、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。なんだそれ。とりあえずなんでもいいな。こちら、優勝した、方にはこちらね、工房浦安の、浮きが入るケース、こちらが優勝になります。ブームスフィッシングさんのプライヤーです。はい、これ協賛いただいてます。ブームスフィッシングさんのハサミ ですね。これフィッシュグリップです。これは何位ですか。これは多分9位と10位だったと思う。魚挟むメゴチバサミです。カラビナ付きの魚つかみです。工房浦安の浮きとフィッシングメジャー。はい、はい、スタートいい。はい、いいですよ。はい、スタート。どうした。NG 集作ろうとしてるっしょ。大丈夫、いくいく。第2回キーストンハイさより釣り大会、頑張るぞ。おお、これでいけばいいね。これリハでしょ。うん、リハ。これリハだ。今決まったんじゃん。もう一回やる、エネルギーがない。スタート。始まった。頑張りましょう。飛ぶ。やっぱり飛ぶ。相変わらず飛ぶな、これ。相変わらず飛ぶぞ、これ。この仕掛けめっちゃ飛ぶ。Bラインはね、1号ですけど、ナイス。ありがとうございます。やりましたね。え、割と近いですね。 30m ぐらいです。ありがとうございます。いいサイですね。結構そうですね、結構引きましたね。うん、マックスピードどれぐらいでした。マックスピードはあのゆっくり巻いて。ゆっくり、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。いや、やばいな、優勝しちゃうんじゃないかな、曽根さん。食ったか、食ったか。お、これは、ん？食ったんじゃない？おっ、よっしゃ、乗った。乗った。来ました？来ましたね。やっとです。
ういいいしゃーフェリー結構僕遠かったですうんかわいいねーさゆりちゃんいや分かってきた分かってきたまさか一匹目じゃないですか。ついてるついてるついてる。来た。ナイス。追い食い成功。ナイス。当たった後だいぶしつこく。ダツじゃねえっすよ。しっけえな。この女。早野さん、千葉で言われました今ちって。ナイスね。一匹目です。あこれ太いっすね。そうですね。ちょっと大きめ。太い太い。はい。今の時期にしてはちょっと大きめな。どの辺で釣れましたか。20、30メーターあたりですね。あ、じゃあ手前ですね。手前がです。それでは2本目。ナイス。これ跳ねてんの全部サウリ。奥んとこ全部そうですね。来た。そう、夏だと思ってたけど。ナイスです。1匹目1本ナイスみんなどのぐらい釣ってんだろう結構釣ってるマサさん2本2本ぐらいの人多いですよ あ優勝すっかもしんない近いですね3本目 3本目ナイスありがとうございますん外れたかあついてる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 めっちゃ手前めっちゃ手前しゃあ、うい、ありがとうございます。時刻はね、ただいま7時10分です。7時10分。大会開始からね、1時間経過しましたけど、試合始まりましたね。同じぐらいですね。いっぱいいる。もうちょっと、もうちょっとまだ。おキースンさん2本目。めっちゃいるね今。跳ねてるのが見えてるもんねすごいね今日群れがやっぱりね通過した時にあれだけ食うっていうことは相当魚入ってるねうん跳ねてる跳ねてる浮きの周りで跳ねてるもんなナイスですノブさん2本目、はい、ナイスですでっかでっか一番でかすぐそこ石畳超一でかいこれは石畳の上前ですか、うん、おめでとうございま す, ありがとうございますナイスですうわソネちゃんすげえ4本目です投げれば釣れるノブさんの酒粕が入ってますね酒粕アミノ酸ですアミノ酸なんすかこれ出します、うん、かっちょいい鹿の角ナイフ鹿の角ナイフ福井のなんかサジさんって結構有名な人が売ったやつらしいですよ、これであれですか魚釣っては締めて魚釣っては締めてってやってる釣れたらね釣れたらついてなかったらどうしよう中かはい、劇団千秋でした劇団千秋角川さん釣りましたよあ、ナイスあれあれ一緒に撮ろうと思ったのにあれあ、すいません、あの、劇団千秋なんでなるほど、はい、うまいこと言いますね、ええ、すいませんまず目で殺さんでくださいよ、俺を
来た来た、もう絶対逃さない、これこれは来てるでしょ。頼むバラさないでよ。やっとだぜ。バラしたら本当に泣くから。早いわ。大丈夫？さよりだよね。さよりですね。ナイスワン。おお、父さんも。おい、ダブル。来た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 。全員じゃん。4人じゃん。4人。マサも来た。早くな、早く。ちょっと待って、マサも来た。マサも来た。これで、これででもバラしたら俺仲間に入れないやん。ちょっと、何？マサさんも？マサかの。さあ、よし。イエーイ。まだ、まだ、まだ、まだ。すげえじゃん。マジでこんなことあんの？誘って食わせる。しかもみんな同じような方。ね。ね。これ群れだったんだ。群れだ。みんな兄弟だね。兄弟。兄弟だ。三本目。三本目。ナイスです。四本目です。四本目。はい。ナイスです。はい。どの辺ですか？左側。何本目ですか？五本目。五本目。ナイスです。ないだろうな。多分1位。マジっすか？うん。めっちゃ釣れますね。近いです。近い。おめでとうございます。ありがとうございます。お、やったじゃん。9本目。ソネちゃんやばいっすね。針交換、針交換。結構ね、針がね、開いてきたり、あとはね、もうなんていうのかな、刺されが悪くなるんですよね。シャープさがなくなってきてね。乗らないんですよね。本当にサユリが乗らない。はい、ちょうどね半分ぐらい経過しましたけれど、トップはねもう 14,5 本は釣ってんじゃないかな。さあ誰が優勝するんでしょうね。風向きは変わりました。さあこの風向きの変化がねどう大会に影響してくるのか、後半もお楽しみください。何本ですか？12、3ぐらい。12、3、はい、やりましたね。やりましたよ。目指せ20本なんで。目指せ20本ね、はい、いけますよ。いけるいける、はい、キーストンさんもね、はい、密かに 14、5 本ぐらい釣ってる。マジですか？え、数えて。俺数えてとか言ってなんか自信ありげですよ。やばいな。数えてって。加速しないとマジな、これから。お父さんどうですか？え、お父さんどうですか？いや、かからんですね。かからんすか？かからんですよ。なかなか苦労してますよ。いくつか釣れたんすか？え、僕は少し釣りましたけどね。僕も同じですよ。え、トップは 14、5 本いってますからね、松さん、うん、パターン見つけるまでにちょっとあれですね。マスさん、もうそろそろ見つけないと終わりますよ。いや、もう満足ですよ。満足です。楽しそうですね。あの、ライダー状態だったら面白かったのにね。そうですね。たまに当たるんですよ、ここのとかで。ああ。ピピピって飛ぶんだけど、当たらないか。どんな感じで飛んでました？ピピピで飛んでました。ピピピ。あと曲がりそうですね。あそこにマスが飛んでますよ。こんにちは。こんに
やりましたね。やりましたね。予報通り。さあ、はやとチャンネルらしく雨が降ってきました。やばくね、この雨。やばい、でも本当台風だってことがやっと分かってきたね。これって、中、普通にどうやって出したらいいんだっけ。これは洗えばいいのね。そう、洗えばいい。雨足がちょっと強まってきたんで、もう少しね、予定より時間ありますけど、まあこの辺でね。いや、終了、終了っす。とりあえず片付け。いやー、朝のね、あの晴れ渡った時からこの土砂雨まで見ていただけましたでしょうか。さあ、誰が優勝したのかね、これからね閉会式をね、やっていきたいと思いますけど、とりあえずしまわないと。今日はサービス大会、協力いただきましてありがとうございます。恒例のね、大会としてやっていこうと思っておりますので、今日2回目ですけど、また次、サービス期間ありますので、またやりますので。そうですね。また近々やりたいと思います。今日は本当に楽しかったですね。皆様、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。14匹で3位。20匹いきたかった。はい、おめでとうございますいただきました。はい、やー、10、おー、部長さん、はい、はい、おめでとうございます。はい、同率海太郎さんと曽根さん、はい、じゃんけん、工房浦安の木、M カゴ、ありがとうございます。魚掴むやつで、そうですね、はい、おめでとうございます。ブームスフィッシング、はい、7匹、ありがとうございます。おめでとうございます。メジャーね、あの僕が貼ってるそういうやつです。ああ、はい、おめでとうございます。5匹、はい、おめでとうございます。ちょっと4匹、手挙げて大きく3匹、僕4匹、僕4匹です。僕4匹、同列で4匹。ブービーです。ブービー賞、はい、今回、はい、千秋さんです。はい、いいんですか。おめでとうございます。ありがとうございます。まあでもブービーでも4匹ですもんね。そうですね。続いて栄えある2位と1位の発表ですね。2位は私です。おめでとうございます。何匹ですか。15。さすが、さすが。最後は1匹です。パン食べずに、うん、お茶を半分ずっと釣ってたってことは最近ないですよね。だいたい30分ぐらいしか釣らないんですよ。3時間はやってましたね。ありがとうございます。素晴らしい、おめでとうございます。さすがの第2位、キッソンさん、フライヤーですね。はい、優勝です。篠川さん、おめでとうございます。すげえ。ありがとうございます。優勝して目立つって言ったらその通りやりました。おめでとうございます。いやー、おめでとうございます。わー、よかった、すげー、本当にいいですよね。工房のキャップが
結構考えてて14個買わなきゃいけないんだ、うん、そう、これね、工房の浮きがこう入るんですよね、これが入った写真はありますよ、入った写真はね、挿入しておきますんで、あげておきます、はい、昨日、ぶちかさん、誕生日だ昨日の今日でございます、おめでとうございます、ツイッター。第2回キーストーン杯、はい、サユリ釣り大会、これで終了いたします、ありがとうございました、ありがとうございました、何起きてるのかな、これでいいですか、はい、ありがとうございました。皆様もありがとうございました。ありがとうございました。いや、素晴らしい大会でした。もう一回やりたい。もう一回やりたいですね。ああ、もう一回やりたいな。もう一回やります。サイズのやつ。もう一回受けて立ちますよ。ああ、いいですよ。もう一回やりますか。勉強してもらいます、ね。うん。そうですね。何月ぐらいまで釣れ？何月ぐらいまで釣れますか？釣れるのは12月の、さあ12月入っちゃうと1匹2匹釣るとか、うん、大きいですよね、大きいのが大きい、あの11月の10日ぐらいまでは多分いけると思います、10月中だよね、一番釣れてでかいのが、うん、楽しめる、サイズもいいやつ、10月がじゃあ本番っていうことですか、そう、真ん中本番ですね、真ん中ね、10月頭から終わりぐらいもいいか、本番、じゃあこれで前哨戦っていう感じですか、これで前哨戦、これから次だってスノーバーさんやっつけない、なるほど、いつでも受けてたし今日なんか一番いい、片手でいいんじゃないですか、サイズ勝負でしょ、サイズ勝負、そうですね、大きいの釣れたやつ、大物賞、大物賞、ドラゴン賞、リールはどれぐらいの大きさ使ってたんですか、僕は2000番です、やっぱり2000番か、やっぱりゆっくり巻かないとダメなんですね、ね、でもね、これは3000番ですね、3000番、2500、2500のハイギアですか、あーローギアよりもハイギアな、うん、シアさんもですけど、ロモハイギア、ハイギアでゆっくり巻く、針は今日は3号ですね、3号ですか、何針ですか、早掛け、早掛けか、いい針使ってますね、飲まれてもいいやと思いながら、早掛け、高ピーさんは、自分はあの秋田キツネの4号、秋田キツネ、最初あのキス針の5号を使ったんですけど、その後4号に変えて、であの砂利目の尻尾が、食べるのが下手だったんで、尻尾側の細い方をつけて、うまく食わせて、なるほど、取りました、逆につけたわけですね、そんなことをこっそりやってたわけですね、いろいろ考えながら、キースさん、針は誰も使ってない針です、スーパーキス、スーパーキス5号、ひねりの赤、ひねりの赤、100本セットそれしか売ってなかった5号こだわりというよりそれしかなかったなんじゃそれ100本セット、なるほど、そう、今年も来年も使える、スーパーキス小さいから5号でおそらく10センチ、20センチいかないやつでも自分で十分いけるから、はいはい、案外良かったですよ、スタンダード使ってる、うん、あれ、コマセってやっぱり効果出てるんですかね、出てます、出てる、今日はどっちかっていうと開き気味でいった、うん、半分ぐらいなくなるぐらいで、今日手前、僕なかったですか、手前で前もあったし、奥もあった、ほとんど手前ですよ、こっちはもう奥よりもほとんど手前の、本当にちょうどあの石ぐらいの距離ですよね、 あそこでもうあのかかってもそのもう我慢して我慢して我慢して、絶対3回ぐらいでしょ、外れちゃうじゃん、もう完全にガッチリ行くまでのそのペースで、すっげえやべえ。